はい、ですね、この K127 のローターがいいよっていう風に来たんですよね、確か。うん、K127。でね、自分ね、ちょっとね、K127 って確か、4チャンネルの固定ピッチじゃなかったかなと思って、とか思いながら、まあ一応ね、買いました。まあいいですよっていうことで、試しましたかみたいなね、感じできたんでね、買ったんですけどね、やっぱしね、準対象っていうのかな。まあ普通のローターでいくとね、まあ下がない準対象っていう意味でもないけどね、普通はね、こちらのね、対象ローターになります。上も下もね、同じようなね、カーブを描いて、ちょっと分かりにくいけどカーブになってるんですけどね、要は肉厚のね、うん、前が肉厚で後ろが細くなってます。でそれがこれだとね、まあ浮く分には、ふーっとね、こう風が当たって下に落ちるんで、浮力はいいんですけど、これ、背面になった時、浮きどうだろう。下に行く力は強いけど、マイナスピッチへ打って、たらまあ上がらないくはないとは思うんですけどね。うん、とりあえず物は試し、つけてみましょう。多分その方 3D しないんじゃないかなと思います。はい、とりあえずね、締めていきます。はい、この締め具合もね、まあカチカチじゃダメですね。緩めて、スルスルと、もうちょい緩めていいかな。緩める具合もね、こう案外動画では伝わらないんですよね。まあこんなもんでいいかな。引っかかったりこう止まったりする感じ。うん。まあ、この K110 に関してはね、はい、じゃあこの反対側も多分ね、これだとね、浮きがいいんでね、多分今の、設定ではね、早めに浮くと思う、プラスピッチはね。ただ逆にね、マイナス側足りないんじゃないかな。はい、今これだとね、ダメなんで緩めていきます。こんな感じ。触った感じこんな感じでね、まあこんなんでもいいです。うん、大体こうスースーっと動くようであればね、こんな感じでいいです。こうトントンでね、ゆるこう落ちるようにね、こんな感じでいいです。はい、これで一応は完了ですね。はい、じゃあちょっと飛ばしてみましょうか。ピンコン、残量チェック、62、少ないですね。 3.9 か。3.93、 変わんないな。充電してなかったんだよね今回。56、もっと悪いね。87、88、これでいきましょうか。ほんの気持ちの差なんですけどね。はい、はい、それじゃあちょっとこの 10J で、いきます。スイッチね、全部デフォルト上に上げます。スイッチ入れます。モデル確認ですね。110です。 OK です。モーターカットはこれか。じゃあ、こちらもね、つないで、どっちだ、合ってんのか。はい、じゃあちょっとこれで飛ばしてみましょう。うん、これどうだろう。
したことないからわかんない。よいしょ。多分浮きはいいと思うんだよな。とりあえず録画確認 OK ですね。あ、マイク確認してなかったな。マイク OK ね。はい、じゃあ行きましょい。モーター解除。で、上げていきます。おー、やっぱし、25% で浮きましたね。25% で浮いたね。浮きはいいね、やっぱし。うん。ある意味ね、室内ホバーでするんなら、おすすめかな。ホバリング、室内ホバーですればね、回転数低めでも浮きがいいんで、ホバリング練習にはいいと思う。ちょっと今モーターカットしてアイドアップ入れます。スティックセンター、ゼロピッチ確認します。ゼロピッチは OK ですね。はい。ということは設定は変わってないけど浮きがいいということになります。はい。じゃあスティック下げて、アイドアップ解除。ちょっとこれで背面してみましょう。できるかな。一応マイナス10度は取れてるんですけどね。マイナス10度でいけるかな。はい。じゃあアイドルアップ入れます。ちょっとこれトラッキング相当ずったけど、はい、アイドアップ。お、下がった。今、一目盛り上ですね。今アイドアップ入ってます。フルピッチするとね、ちょっとやっぱし抵抗が強いんで、テールが持っていかれますね。なのでちょっと負荷をかけないようにしてフリップしてみます。はいはい、ノーマルでした。え、ノーマル、あれアイドアップこれ設定してなかったっけ。ちょっとモーターカットして確認。この前設定してなかったか。スロットルカーブアイドラップ、使ってませんね。はい、入ってませんでした。あ、これあれだな、ポイント消すことできないんだ、このプロポ。全部自分で上げないといけないから、ちょっと待ってください。全部一応100にします。うん、7 8 9 10。はい、最後、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、スロットルアイドラップさん100フラットで、いきます。ピッチカーブはこれも使ってないんだ。オンにします。でディフォルトでいきましょうかね。ディフォルトピッチカーブで、うん、また、設定を後で入れる時間ね。もうちょっとこれまずローターが全く違うんでね。じゃあ今、スティック スイッチディフォルトで、お、なんだ、落ち方が悪かったんか、モーターが空回りしてるね。はい、落ち方がもう本当は背面から落ちたんでね、下がってますね。これはちょっとカーボンマストなんで、まあ、下はねずれてないんですけど、上がこのマストロックが上に上がっちゃったみたいでね、ちょっとややこしくなってる。どうでしょうかな。落ち方が悪かったね。まっすぐ落ちたからね。グッとね、硬いね。気をつけないとね、爪が持っていかれるね。やばいな。どうしようかな。ここのマストロックがね、案外ね、こう、マストにね、
食いついてんだわ。結構な力で押されたな。はい、一応 OK です。あ、いぶきくん戻ってきたかな。はい、とりあえずこれで、この方のね、この方じゃないか。まあいいや。リクエストがね、最低でもね、リクエストを取りたいんでね。はい。じゃあちょっと行きましょう。なんか服変わった？暑い。なんか服変わったよね、上が。半袖になったな。はい。あーとテールが回るかな、回んないな、ちょっとな。あ、いけるか。はい、ちょっとアイドアップをしての、下がるんで、ちょっと、お、やべ、見えね、見えね、浮きが良すぎる、やべ、どう、なんだ、濃厚みたいになんか上がっていったな。なんでだ、息いいよ。ちょっとね、カメラのね、ベルトが緩んで、これちゃんと映ってればいいけどね、やばいな。いいかな、アイドルアップします。下がる。いいか。はい、じゃあちょっとゆっくりとフリップ。今アイドルアップですね。アイドルアップでフリップ。あー、浮かない。いやー、やっぱ浮かない。全然、フルマイナスピッチ打ったけど、デフォルトなんでね、マイナス100まで使ってるんですけどね、数値は。浮きませんね。全く浮かないとはな。せめて踏ん張ってほしいな。アイドルアップ。あ、浮かないな。なんだ？ずれたか？あ、テールが外れた。マストは大丈夫。よいしょ。ノーマル。ちょっとスキットが刺さってる。結構スキット刺さりやすいね。浮かない。いや、今度いけるですね。あ、浮かないな。なんかパワーがいまいち、厳しいなんて。今逆にね、なんか調子悪いんか。あ、そっか、電池がなくなってんだな。 75% ぐらいで浮いてます。はい、アイドルアップ入れます。回転数変わりません。中間フルスロットルで降りてるね。まあフルスロットルで浮きませんのでね。あ、ダメだ。はい、ということでね、K127 のローターではちょっと背面は厳しいと。まあノーマルでね、まあ、ホバリング練習とか、まあ、遊覧飛行とか、まあ、室内で、飛ばす分には、おすすめかなと思います。ということで、以上になります。